菅直人内閣は、副総理兼財務大臣、衆議院議員及び民主党代表の菅直人が、第94代内閣総理大臣に任命され、2010年6月8日から2010年9月17日まで続いた日本の内閣である。2010年6月4日、鳩山幸夫内閣が総辞職し、同日に行われた民主党代表選挙で新代表に選出された菅直人が内閣総理大臣に指名された。天皇による信任式が6月8日に行われたため、前内閣が総辞職後も職務執行内閣として約4日間内閣の職務を執行した。村山内閣の村山富一日本社会党委員長以来16年ぶりに自由民主党の在籍経験を有さない首相が誕生した。菅内閣では鳩山内閣で設置された副総理が置かれていない。また、千石義人国家戦略担当大臣が内閣官房長官に起用され、野田佳彦財務副大臣が財務大臣に、山田雅彦農林水産副大臣が農林水産大臣にそれぞれ昇格した。千葉恵子法務大臣は7月の第22回参議院議員通常選挙で落選したため、結果的に民間人閣僚となった。なお、国会議員を親に持つ閣僚は、中井宏国家公安委員会委員長のみに止まった。鳩山内閣17名の閣僚のうち11名が再任されたために、居抜き内閣と位置づけられたものの、野田佳彦、黒羽幸一郎、蓮舫など、小沢一郎前民主党幹事長と距離を置く人物が、新たに入閣したため、前内閣よりも、脱小沢色が鮮明な内閣とされた。内閣発足からわずか4日目の6月11日に、国民新党代表の亀井静香が、金融担当大臣、郵政改革担当大臣を辞任。千石義人官房長官の一時事務代理の後、同日中に、同じく国民新党の事件章三郎が、後任に就任。内閣発足から34日目で、参議院議員通常選挙の投票日に入ったのは、歴代最短記録である。6月7月9月野党第一党の谷垣禎一、自由民主党総裁は、メンバーを見ていると、今まで以上に、左翼的な色彩を持った政権になるのではないかという、危惧を持っていると批判し、野党第二党の山口那津男公明党代表は、菅内閣は、廃材を集めた、仮設内閣。鳩山内閣が、学級崩壊状態と言われた家中で、家中の栗を拾うまいとして黙っていた菅が、首相になっても何か期待ができるのかと批判した。また安倍晋三元首相は、史上稀に見る陰湿な左翼政権とし、麻生太郎元首相も、市民運動といえば、聞こえはいいが、これだけの左翼政権は初めてだ。対立軸がはっきりしたと批判した。石原慎太郎東京都知事は、菅内閣について、今度の菅内閣、あれも極左だから同じこと言うし、もっとすごいことやるかもしらねえが、地方に限って、参政権を与えるって、どうなんですか、これと批判。2010年8月10日、菅内閣は、韓国併合100年にあたる、節目の年として、韓国への謝罪を盛り込んだ談話を閣議決定として、発表した。しかし、この談話は、基本的に、村山談話を踏襲するものであり、韓国側に強い不満を与えることとなった。さらに、第二次世界大戦で日本と敵対した、中国や、韓国と同じく、日本に統治されていた台湾からは、韓国のみに謝罪する談話に、不満の声が上がった。北朝鮮は、村山談話や小泉談話より後退したものであり、我が国に対する国権強奪を認めず、謝罪も賠償もしようとしない強盗さながらの本性が、潜んでいると非難した。また、従軍慰安婦問題に触れていないことから、韓国挺身隊問題対策協議会は、過去の過ちを振り払い未来志向的関係を築くとの日本政府の中身のない言葉遊びを改めて確認することができた、と痛烈に非難した。また、日本国内からも謝罪外交、後ろ向きな談話、すでに解決済みの問題を蒸し返すなどの批判が上がり、桜井よしこなどのジャーナリストは、漢の外交を素人集団外交と評した。中国メディアは、漢談話は、日本、韓国、北朝鮮のいずれの国からも不満を招いているとして、菅直人首相は、朝鮮半島を併合したことに対して、まさか、日本、韓国、北朝鮮の3方向から強烈なお叱りに遭うとは思っていなかっただろうと報道、談話における関係国や周辺国、そして日本国内での低い評価を紹介した。さらに、韓国政府は、この談話を訳するとき、朝鮮半島由来の文化財をお渡しするとした表現を意図的に変換に改ざんしていたが、これに岡田克也外相は抗議しない考えを表明した。産経新聞は懸念されていた謝罪外交の悪循環が早くも露呈したと批判した。2010年8月、アメリカ経済への減速懸念から円が大量に買われ続け、8月11日には15年ぶりとなる1ドル84円台に突入。それに伴い日経平均株価も続落した。この急激な円高及び株価下落は自動車、電機メーカー各社にとって最大のリスク要因として浮上し、日本自動車工業会の志賀俊之会長は政府、日本銀行に早急な対策を要望したが、菅首相は夏季休暇を続行、具体的な指示も出さず、首相官邸は休業状態が続いた。首相は従来より強い経済、強い財政、強い社会保障を内閣の目標に掲げているが、強いメッセージは何も打ち出せていないと産経ビズは指摘した。このような状況に対して民主党のデフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟は、早急かつ徹底的な円高対策を求める緊急声明を発表し、政府、日銀に対して対策を要望した。2010年9月15日、円高是正のため為替介入を実施した。千葉恵子法務大臣は、2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙において、神奈川県選挙区で次点となり落選した。しかし、法務大臣を退任することなく、そのまま続投した。国民の審判である選挙に落選した政治家が閣僚の座にとどまることに対しては、異論が多く、野党などから批判が出た。千葉は、落選から68日後の2010年9月17日に退任するまで、民間人閣僚として49日間在任した。国政選挙で落選した閣僚が職務を続けた、それまでの最長記録である第4次、吉田内閣の林家亀治郎を大幅に更新した。2010年7月28日、千葉は就任後初となる死刑執行命令を行った。千石義人官房長官らは、死刑執行について、千葉が法に沿って、適正に行ったとしている。一方、千葉が所属していた。死刑廃止を推進する議員連盟のメンバーは、千葉氏は大変な変節をされたと批判した。また8月2日の衆院予算委員会で国民の支持目当てと指摘されたが、千葉はこれを強く否定した。菅は2010年8月3日の衆議院本会議で、大北三郎は1977年参院選の全国区で落選したが、2年後の1979年に民間人閣僚として外務大臣に就任したという過去の例を取り上げ、現職閣僚として落選した千葉の閣僚続投については、国政選挙の当落や議員資格の有無に関わらず、大臣に適任だからであるという旨の答弁をした。2010年9月7日、尖閣諸島近海で、海上保安庁の巡視艇と中国の漁船が衝突する事件が発生した。海上保安庁は中国漁船側が故意に巡視艇にぶつかったと判断、船長を公務執行妨害の容疑で逮捕し、船を拿捕した。中国は尖閣諸島の領有を主張していることから、乗組員と漁船を返すよう強硬に主張した。日本側は尖閣諸島は日本固有の領土であり、領有問題そのものが存在していないとの立場から、これを拒否。中国は、駐中国大使の庭宇一郎を呼び出し、厳重抗議を行った。庭は、同じ問題で5度も中国に呼び出されている。また、中国では、天津の日本人学校に、鉄の塊を学校に向けて打ち込んで、窓ガラスを破壊する事件が発生。さらに同学校には、中国の国民は、侵犯を許さないという中国語の落書きが書かれる事件も発生した。日本は9月24日に船長を釈放したが、これに対して野党や世論は弱腰外交と批判を強めた。アメリカのウォールストリートジャーナルは、ネット上の意見を見る限り、日本は完全な敗者と指摘した。発足からの1ヶ月で内閣支持率が 20% 以上下降したことから、夕刊富士はジェットコースター内閣と揶揄している。ありがとうございます。